8月8日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。本番始まる30秒前にツイート、あ、いやツイートじゃないな、ポスト、めんどくせえな、なんだっけ、ツイッターじゃないんですね、 X ですね、はい、X に X 図しました。なんかね、もうポスト、あ、ポストでいいんですか、うん、まあ、でも分かりやすいのはツイートリツイートですね、まだね。ツイートリツイートですか、うん、でもそうすると何、イーロンマスクが怒ってくるの、どうなんでしょうね、聞いてねえか、イーロンマスクそもそもこの番組聞いてるとはなかなかそうですね、思いづらいですね、いや、ツイートを、まあ、今の言い方で言うとポストしたわけでありますが、はい、ここ私の左腕の、ここは二の腕って言わないですよ、はいはい、二の腕っていうのはこの肘の関節より上ですよね、だからここは何て言うんですか、あのコブラみたいな、コブラの頭みたいな場所ですね、ここにほら、もうこれね、もうね、一月半前ですよ。本当だ。スーパー南京虫の髪跡ってやつがですね、あの不思議な、まだくっきり残っておりまして。体液をここから出してた時期がありましたけどね、辛坊さんの腕からね。不思議な体液言うな。はい。いや、本番直前にスタッフの皆さんと話をしていてですね、ふと思ったんですよ。はい。東京、多分ね、場所によるんだろうと思いますけど、うん、蚊がいないよなぁと思って。確かにね、あんまり遭遇しないですね。これはね、言うのは絶対タブーだと思うんです。じゃあ言わなければいいじゃないですか。タブーなこと言う。ああ、そうですか。いいんじゃないでしょうか。じゃあ言いませんでは商売にならないわけですよ。まあ、じゃあうまい具合にね。いや、うまい具合っていうかね、これはもう直接に言わないと理解できない話なんですが、私ずっと不思議に思ってることがあって、これはどうやらタブーらしいんですよ。ある時にですね、関係者にその話をしたら、下さんその話をしてはいけませんって言われたんで、してはいけないんだと思って、いや、あのですね、はい、私、ま、あの最近ふっと思ったんですよ。東京で私が住んでるあたりは運河がたくさんあるんで、運河というやつはまあ淡水ですね、まあ、ちょっとね、汽水域って言って海水と混じり合ってるところなんで、はい、だからまああの運河で蚊が大量発生してるとは思えないんですが、まあ、あんまり蚊がいないんですよ、不思議と蚊がいないなという延長線上で、はいはい、言ってはいけないタブーの話はですね、なに、増山さんいきなり横向きましたね。警戒しますよね、私は。ものすごい勢いで横向きましたね。何をこのおっさんが言おうと私は関係ないわよっていう。無実です、私は。あの、私、アナウンス室長だけども、この目の前のおっさんが何言うかに関しては私の責任じゃないから。このおっさんが何か言った場合の責任は、あの人やこの人やその人に取ってもらおうと私は関係ない。私は単に、業務メールで付き合わされてるだけなのよ。シャッター閉めます、ガチャ。増田岡田か。はい、いや、あのね、ある時ですね、私あのテーマパークがすっごい好きなんですよ、でとあるテーマパークにですね、春夏秋冬、読めてきましたか、春夏秋冬行ってたんです。どうかなでしょう、やっぱりちょっと、ね、春夏秋冬行ってたんですよ、はい、春夏秋冬行っててですね、本当に大好きなんですね。で最近あの心を痛めてるのが、あの大阪の USJ と並んで、その関東にある大手のテーマパークもですね、料金が値上げされて、なかなかこの値段だと家族4人で行ったらとんでもないことになるなと。その上あのファーストパスかなんかがもうなくなっちゃったりなんかして、でもなんかキンキンなんかネットで予約ができるようなファーストパスのようなものが使えるようになるというニュースもありますけれども、そうなってから私行ってないんで何とも言わないんですが、さ、先ほどのタブーの話ですが、あのとにかく大好きでよく行くんですが、不思議だなとずっと思ってて、これ実は結論出てないんですよ。結論について言及するつもりは毛頭ないんです、はいはい、単なるあの私が言った個人的な感想を言う、個人の感想ってことね、個人の感想ですね、はい、あそこにあのジャングルクルーズってやつがありましてですね、密林の中をボートが走っていくんですよ。なんかうっそうと熱帯植物みたいなものが生えているところを、はいはい、まあ明らかに淡水ですね、うん、淡水のところをボートが進んでいくというアトラクションなんです、うん、あのジャングルクルーズ
ズの兄ちゃんというかおっちゃんというかお姉ちゃんというかあのずっとしゃうわなんとかがみたいななんとか言う人いるじゃないですか、ね、カバがとかワニがとかほらサムがとかサムって誰やねんっていう話ですけど、まあ、でも引き込まれますよあの語りによって随分とあれだけ蚊がいてもおかしくないところで蚊に食われた経験がないんですよ確かにねこれが長年私ね不思議だなぁといやまだ夢の国だから夢の国ってなんかかいいなおいどっかにどっかに虫よけとかかゆみ止め売ってねえかみたいな売ってないですね土産物に夢の国に虫なんていないんですよそうなんだそういうもんなんですよ夢の国に虫はいませんねいや夢の国に虫はいないんです、うん、いやそれは夢の国に虫がいないのはまあとりあえず納得しましょう、はい、そうじゃなくて私が住んでる東京で周りに結構運河があるにもかかわらず東京で蚊に食われたことないんですよ東京にもう蚊なんかいないんですか、まあ、東京ってだって場所によるんでしょうけどねそうでもいなくはないけどでもなかなか昔と比べると、ね、家で蚊取り線香なんか炊いてますああこの間でもね私一匹夜にね見つけましたか見つけましたでもそのくらいいや私住んでる大阪の郊外の家はまあ多分住宅街なんで家の周りにあの空き缶とかなんか置いてあるとそこにちょっと水が溜まっただけでボウフラが発生して大量に蚊が湧きますからもう今もう大阪の家だとですね家出るときにはもう念入りに虫除けスプレーするか玄関に蚊取り線香って長年すごい疑問なんだけど蚊取り線香っていうのは、はい、あのあそこにピレスロイドかなんかあの要するに、あの蚊殺虫成分が入ってますから、うんね、蚊があのポタッと落ちたりなんかして、絶命されるんですよ蚊が、うん、かわいそうなことに、うん、蚊が絶命されるのはわかるんだけれどもあれって虫除けの効果があるのかどうなのかが私長年疑問なんですあだからあの蚊取り線香私ね家であのちょっと庭先に出て、はい、今日は外でビール飲みたいなと思う時もあるわけですよ、はい、外でビール飲みたいなと思う時にはですね蚊取り線香を4つぐらい足元に置くんだけど悶々としたなんかなんかねビール飲むとこじゃないですよなんかゲホゲホしながら煙の中でこれなんか絶対体に悪いぞと思いながら煙の中でビール飲んだりしてるんだけれども蚊に食われることがあるんですね。となるとあれは殺虫成分で蚊はねあの、はい、五輪中になられるけれどもだからといって蚊が来ないというような効果があるのかないのか私は専門家にぜひ聞いてみたいと。どうなんでしょう。まあでも多少はやっぱり蚊も近寄りずるいんじゃないでしょうかね。私の長年の疑問丸に。はい。はい、あそれで言うとですね、うん、こっから先はうんちくです。はい、こっから先うんちくです。うん、さっきあの久しぶりにお家の中で夜に蚊を見たと。はい、世の中に不快な音というのがたくさんありますけれども、不快な音の中で最もレベルの高い不快な音は、はい、夜寝て真っ暗な中で、はいはいはい、耳元でプーンって言った時の、ですよね、これは嫌だぞ眠れますよプーンどうしたらいいの電気つけても見えないんだわ。そうそう。だけど横になると耳元でプーンって言うんだね、これが。これはあれはね、あれはですね、家蚊という種類です。有名なものは赤家蚊というのが大変有名です。もっと有名なのは小型赤家蚊というのは小学校の時に教わりましたね。そうですか。小型赤家蚊というのに注意しましょう。家蚊というのは、昼間はじっとしてるんですが、夜になると飛び回って、だから夜にお家の中で耳元でプーンっていうのは、うん、嫌なやつね。いわゆる家蚊という種類です。そうなんですか。あの昼間日中にですね、やぶん中入ってって、あの刺されるやつあるじゃないですか。はいはい、こっちの方が多分ね、家蚊よりやぶ蚊の方が私の認識で言うと蚊いいはずなんですが。中で大きくないですか。大きいです。大きいです。もうまさにそれ一筋シマカってやつですね。一筋シマカというやつは。結構あの熱帯性のデング熱とかいろんな最近問題になってる病気を媒介するんで、はい、危険っちゃ危険なんですが、ただまあ日本ではあれによって媒介されたという例は、ああ公園で何例か昔ちょっと大騒ぎになったことがありましたよね。まあそれはともかくとして、あれは昼間っていうかあのしましまのやつは一筋しまかとかっていうのが日本だと代表的なんですが、あれは夜中にですね、お家の中に飛んでて耳元でプーンというやつではないんです。あ、お家に
で中で耳元でプーンっていうのが大体イエカという種類 で、あのしましまがあるやつは一筋しまかと通称ヤブカと日本では総称するものなんですけども、一筋しまかの方が確かでかいですよね。大きいですね。そうですね、その延長線上でですね、はい、私ふっと思ったんですよ。そういえばイエカってやつもあんまり聞かなくなったなって、私が子供の頃はむっちゃ聞いたんです。なんでかというと、学校に行くとですね、うんうん、日本農園というのを小型赤いエカというのが媒介しますから、とにかく小型赤いエカは気をつけましょう、日本農園気をつけましょう、日本農園という病気自体、うん、ほとんど聞かなくなりましたよね。そうですね、我々子供の頃ものすごく聞いたんですけども、確かに調べて、これね、これは本番直前に今日ね調べたんです、はいはい、あのみんなと蚊の話題をしてる時に、うん、そういえば日本農園ってあんまり聞かなくなったけど、うん、今でもあんのかなと思って調べてみたら、やっぱり今でもですね、数件から10件ぐらいは日本で発症してるケースがあるらしいです。あるんですか。でね、これもね、私へえと思ったのはですね、日本農園っていうのは基本的にウイルス持ってるのは豚なんですって。へえ。で、人から人に感染することはないんですって。基本的に豚に接触したイエカというやつが人間を刺すことによって感染するんで、農村地帯、それも豚をたくさん飼ってるところの周辺で起きる病気で、都市部で、人から人への感染がほとんどないんで、都市部ではあんまり発症っていうか、これ見たことがない、聞いたことがないっていう世界なんですけども。へえ、そうなんだ。だけどなんで日本農園って言うんだ、日本でしかないのかこの病気はって言うと、そんなことないんですよ、はいはい、東南アジア全域ものすごく流行ってるんですよ。へえ。なんで日本農園って言うかというと、明治の初めに要するに欧米人の学者でしょうね、日本でこの病気を特定したようなところが、いきさつがあって、うん、それ以来日本農園って言うんだけど、海外でも日本農園的な感じで言うんですか。日本農園を海外でなんて言うかですか、うん、日本農園とは言わないはずです、日本でもね、なんとか農水なんとかかんとかっていう別のちゃんとした正式名称があるはずです。ただまあ海外で日本農園に類する言葉を使ってるか使ってないかに関しては、私ちょっとにわかに断言ができませんので、ただまあ未だにだけど何件かは年間発生していることもあるということなんで、なんか病気っていうと最近コロナばっかりになってますけどね、怖いのはコロナばっかりじゃないぞと、うんうん、それはまあ日本農園なんかやっぱり小さいお子さんとか恐ろしいですから ね、ワクチンが普及してからだいぶ減ったという背景もあるらしいですが、はいはい、ということで何が言いたいかというと、謎だ。どうしてあれだけ植物があるのに蚊に食われないのか。あ、横向いた。松山さんが横向いた。その前で会いに入りたくないという、なんか非常に強い意志を感じましたので、先に行ってください。はい、じゃあ株と為替を一生懸命お伝えしたいと思います。あんまり収集してるところなんか見たことないですよね。ない。不思議だな。まあ、ちょっとそうですね、はい。今日の東京株式市場。なんですか、その奥歯に物の挟まったような言い方は。日経平均株価は3営業日続伸となりました。昨日と比べて122円73銭。高い32,377円29銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式相場の上昇や外国為替市場で円安ドル高が進んだことを好感し、買い注文が優勢となったようです。で、為替相場は現在1ドル143円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと70銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は夕方から、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台はツイッター X への変更理由と SNS 戦国時代の行方というお話を IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。5時台は今も会見中ですね、日本大学林真理子理事長が記者会見というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com で、旧ツイッター X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト、あなたの選んだ1曲をお届けいたしますが、今日のお題はどうしようかな。増山さんが眉を潜める方向でいくか、そうでない方向でいくか、そうでなくていいんじゃないですか。そうでない方にしますか。そう、そうですか。
前を潜める方はですね、テーマパークに蚊がいないと気がついた時に聞きたい曲だったんですが、それはやめます。では前を潜めない方にします。はい、1ヶ月半経ってもスーパー南京虫に噛まれた跡が消えない時に聞きたい曲1ヶ月半経ってもスーパー南京虫に噛まれた跡が消えない時に聞きたい曲。でもそれシミになって残んないように気をつけないとね。いや別にシミになって残ったって別にどっちことないですよ。いいんですか、はい、2つ黒いの上からマジックで書いてあるここ、ここです矢印書こうかなと思って、ここですよってね、人にこう自慢するときにここだよここここな、もう2月も前に噛まれてこんなんだよまだこれ難しいですけれども、やっぱ南京虫すげえわ。蚊とかのレベルじゃないね。ねえ、かゆさも後の残り方も。いや、そしてあの体液忘れませんよ新純液と言っていただけませんかはい、まあ政局の理由も書いてですね送ってください。 zoom@1242.com でお待ちしております。で、日本放送では今週ツイッター改め X を使った夏の応援キャンペーンを実施しています。辛坊治郎ズームそこまで言うかをお聞きのあなた、ぜひ番組公式アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストシェアしてください。まあ、キャンペーンリツイートをリツイートしてくださいということで、ややこしいなややこしいやキャンペーンポストは番組公式アカウントのトップにあります、はい、日本放送夏の応援キャンペーン、暑い夏を応援というものです。で、シェアしてくださった方の中から抽選で10人の方に Amazon ギフト3000円分をプレゼントいたします。詳しいことは辛坊治郎ズームそこまで言うかのツイッター改め X の公式アカウントをご確認ください。で、当選した方には DM でご連絡をいたします。たくさんのご参加お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本大学アメリカンフットボール部員の生活する寮から大麻などが見つかった問題で、日大は今日午後3時から大学本部で記者会見を開きました。林真理子理事長は冒頭で、大変遺憾であり、心から深くお詫びしますと述べ、謝罪しました。なお、このニュースに関しましては、5時台のズームオンで改めて特集します。政府は8月下旬以降に、東京電力福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出する最終調整に入りました。岸田総理大臣は18日にアメリカと韓国の首脳と会談し、日本の方針に理解を求めます。ウクライナのゼレンスキー大統領は昨日、東部ドネツク州の集合住宅にロシア軍による2発のミサイル攻撃があり、犠牲者が出たと明らかにしました。5人が死亡し、31人が負傷しました。アメリカ国防省のミラー報道官は昨日の記者会見で、クーデターが起きたニジェールの軍事政権と直接対話し、バズム大統領に権力を返還するよう要求したと明らかにしました。アメリカ国務省と軍事政権との直接対話が明らかになるのは初めてです。政府によるマイナンバーの総点検に関し、別人の医療情報を紐付けるミスが新たに1000件余り確認されたことが今日分かりました。これまではおよそ7400件判明していました。財務省が今日発表した6月の国際収支速報によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3287億円の黒字でした。黒字は1年8ヶ月ぶりです。原油高の影響で輸入額が減少する一方、半導体不足の緩和で自動車の輸出が伸びました。企業向け損害保険のカルテル疑惑をめぐり、公正取引委員会は昨日、独占禁止法違反にあたる可能性があるとして、大手損保4社を対象にした任意調査に着手しました。違反行為が確認されれば、排除措置命令などの行政処分を検討します。国立科学博物館が標本の保存の資金を募るため、昨日の午前に始めたクラウドファンディングが、開始から9時間20分後の午後5時20分に目標金額の1億円を超えました。さすが
国立科学博物館、クラウドファンディングをやってみたところ、あっという間に1億円超えましたということで、ただこのニュースを聞いた、小さいクラウドファンディングをやってる人たちからボソボソとつぶやきのようなものが聞こえてきまして、いやうちら零細なところでクラウドファンディングで300万円集めようと思ったら大変なのに、こういうでっかいところがドーンってやってそういうところにお金持ってかれちゃうと私たちのところに回ってこないよねみたいな、そんなつぶやきも聞こえてきましたが、大体国立科学博物館とか国立なんちゃら博物館って年間予算が例えば20億ぐらいらしいですよ。それで電気代とか光熱費がですね、2億円とかで、どうも昨今のエネルギー代の高騰や、まあ暑いですから冷房だってガンガンかけなきゃいけませんから、どう倍の4億円ぐらい、そうですね、もともとの予算が20億ぐらいで、光熱費が2億が4億になると、あれお金足んねえな。で、クラウドファウンディングということなんですが、まあ、理想的な形はね、もっとお客さんがドーンと行ってですね、入場料収入で賄えるっていうのは一つの方法だと思うんです。それとまた、まあ、これは私が言わずもがなで、みんなが感じることでしょうけれども、もういくらでも世の中無駄遣いがあるわけで、20億円の予算ってもうちょっと増やしてやれよっていう高熱費分ぐらいはと、素朴に思ったりもするんですが、入場料って言うとですね、この手の国立博物館とか科学博物館みたいなやつって世界的に見ると、これね、ただのところって結構あるんですよ、入場料。イギリスの私の記憶で言うと大英博物館ただのはずですね。ワシントンのスミソニアンのいっぱいいろんな博物館あるんですが、あれも確か入場料ただね、気がするな。で、ニューヨークにメトロポリタン美術館っていう、これまた立派な美術館ありますね。あそこはね、何年か前に行ってびっくりしたんだけど、昔は普通に入場料だったと思うんですが、うん、今寄付金も入り口で募金ね、まあある意味クラウドファンディングみたいなもんですよね。はい、ね、入り口で寄付金なんだけど、うん、その寄付金の額が、基準額みたいなやつが書いてあるんですけど、相当な額なんですよ。基準が。で、必ず払えっていうわけじゃない、義務じゃないんだけど、なんか入り口のところでものすごいプレッシャーかけられて、ちょっとそれ見ちゃう、ね、これ、普通に入場料取ってくれた方がいいのに、なんか高額の寄付を入り口で突きつけられて、なんか試されてるみたいな。ただでもいいんです、ただでも。なんかこういう時ってすごい入りにくいなと。確かにね。はい、思ったりもするわけですが、ちなみにその国立科学博物館のクラウドファウンディング、クラウドファウンディングって大体返礼品みたいなやつあるじゃないですか、はい、ふるさと納税じゃありませんけど、見たらですね、100万円か、これはすごい額ですけど、クラウドファウンディング、研究員特別講演会っていうのをやってくれるらしいです。へえ、100万円で200万円だとですね、広告掲載してくれるということで、200万円ドーンとこう募金をして、この番組の広告を国立科学博物館の中にドーンと掲示、どうでしょうか。そういうことなんですか。そりゃそうでしょう。広告掲載200万円。じゃあちょっと辛坊さんお願いします。なんでなぜ私が個人的に誰が寄付するって言ったらね、辛坊さんでしょう。さて、時間です。失礼しました。いいですか、はい、言い残したことは。言い残したこといっぱいありますけど、もういいです。じゃあ、はい、とりあえずズームフラッシュでした。8月8日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。ここで番組からのお知らせがあります。辛坊治郎ズームそこまで言うかでは、関東大震災から100年にあたる今年、関東大震災に学び、都市型震災に備えるための情報を発信する特別番組を9月4日の月曜日に放送いたします。で、番組では防災士の資格を取得した日本放送のアナウンサーがあなたのご自宅に伺いまして、ご家庭の防災対策をチェックいたします。で、その様子を収録いたしまして、9月4日の特別番組の中で放送する予定です。ぜひね、自分のご家庭チェックしてほしいというリスナーの方は、ご住所、お名前、電話番号、ご自宅の種類、マンションであるとか木造一戸建てであるということをお書きの上、ズームのメールまでご応募ください。メールアドレスは zoom@
ットマーク 1242.com です。でお伺いするお宅はだいたい2件ぐらいを想定しております。でなお事前の収録になりますので日程などはご相談させていただくことになるかと思いますけれどもね、これを機会にちょっとご家庭の防災対策をチェックしてみませんか。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。ということでメールのご紹介です。はい、ありがとうございます、はい、栃木県の梅干し小僧さん、63歳の男性の方、へーへー、日本農園の、ね、話題がありましたが、はい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 、日本農園、英語ではそのままジャパニーズエンセファライティス、なんですってジャパニーズエンセファライティスですよ、ね、その名称はウイルスが日本で見つかったことに由来しているね、辛坊さんおっしゃってた。はい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 、まあ多分その明治の初年、うん、初年というか明治の初めぐらいに病気が見つかった頃に多分ウイルスの特定なんかできなかったと思いますから、だからウイルスが発見されて特定されたのはもっとずっと後だと思いますけどね、何せウイルスちっちゃいですからね。ああそう簡単にはねそれでいうと最近ねちょっと気になってることがあって、私なんかかなり気を使って言葉を使ってですね、ウイルスと菌って違うんですよ。そうですよ ね、サイズも菌の方がはるかにでかいんですよ、はい、まあ、生物としてもですね、菌、細菌というのが生命生物であるということはもう常識なんですが、うん、ウイルスに関しては生物なのか生物じゃないのかということも実は長いこと議論になってたりなんかして、そうすると殺菌って言うじゃないですか、はい、あれ菌だから殺菌で、はいはい、ウイルスを殺菌って言うのはこれ日本語としては間違ってんじゃないのかなっていうことがあってね、私ウイルス殺菌とは絶対言わないんだけども、でも普通に聞いてたら普通には言ってますねみんなね、ウイルス殺菌、やっぱり殺、だけどウイルスは菌じゃないから殺菌、殺ウイルスだろうとあるいはウイルス不活性化とかいろんな言い方があると思いますが、厳密に科学的に言うと間違いだとは思うんだけど、でも日本語としてはそれでいいのかなとか思ったりしてね、密かに悩んでること結構そういうのあるんです。なかなかいろいろ悩んでますね今日はね。そうなんですよ、はい、答えの出ないことをね。そうなんです、どうしてかがいないのかしら、まあそれは夢の国はいないんですよ一言も夢の国の今夢の国ってもうちょっとなんなんですかこの幼稚な戦い、引くて引くて行くきちネーム、じゃあメールまだまだお待ちしておりますんで、送ってくださる方はお前の母さんなんとかみたいなほら言いました。昔そういう罵倒用語があったよね。そう言わない、最近言わないですよね、だいたいその後に続く言葉に相当する、 あれも一つ考えてみたら病気、そんなことない、いい、まあ、そ病気とは言えない、うん、なんか私ら子供の頃ですね、うん、おへそのところに、うんうん、出てこないように五円玉貼り付けてる子とか結構近所にいましたけどね。あ、そうですか。あんまり最近見ないですね。聞いたことも見たこともないですね。見たこともないですか昭和30年代初頭の話ですかねそれは、うん、もうね、失礼しました、はい、全く医学的根拠ゼロで喋っております。ですね、はい、ご意見は zoom アットマーク 1242.com、 それから、旧ツイッター X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ちなみに今日のズームをミュージックリクエストのお題は、1ヶ月半経ってもスーパー南京虫に噛まれた跡が消えない時に聞きたい曲という辛坊さんの、ね、腕のことを言ってますが、お待ちしております。さあこの後はツイッター X への変更理由と SNS 戦国時代の行方という話題にズームします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。ツイッター X への変更理由と SNS 戦国時代の行方。アメリカの元ツイッター X 社のイーロン・マスク氏は先月24日ツイッターの名称を X に変更し、アイコンも青い鳥から黒い X マークに変更しました。今後 X のサービスをどのように刷新していくんでしょうか。
さあ今日はこのニュースにつきまして IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。オンエア直前に三上さん最近どんな話題が多いですかって言ったら、お聞きしたら即答されまして、スマホ熱中症と、はい、なんすかそれ、はい、スマホが熱くなって使えなくなっちゃうってやつですね。それは気温と関係あるんですか。気温です。スマホって ほとんどのスマホのですね、温度が0度から35度っていうのが使用できる温度なんです。そうなんですか。なのでもう35度超えが続いている日本はもうスマホを使える環境じゃないっていうことなんです。じゃあ40度の中でスマホを使うとどうなるんですか。ねえ、本当にずっと高温で使い続けるとスマホってもともと熱を発してるんですね、うん、中で処理をしてますので。要するにパソコンの CPU っていう演算装置のところに、小さな扇風機みたいなやつついてて、ずっと冷やしてなきゃいけないのと同じです、はい、そうです。あのファンで冷やして、スマホの中にファンないですもん、ね、ないですもん。で放熱してるんですけど、でもそうなるとどんどん高くなっちゃって、はいはい、例えば溶けちゃうみたいなことが起きるんです。なので、はい、それを防止するためにわざとスマホはですね、はい、温度が上がると止まる設定になってます。へえ。例えば動画が重くなるとか、はいはい、カメラが起動できなくなる、はいはい、要するに一生懸命考えると頭熱くなっちゃうような感じですよね。きっとそうです、そうです。なんでそれからわざと電源を落とすとかっていう、そういう、まあ、フェールセーフ機能というかね、壊れないように、壊れないようにです。そのためにだから35度以上の外で使うと本当カメラが起動できないとか、そもそもゲームもできなくなる。夏の日本列島なんかダメじゃないですか。もうダメですね。すごい時代ですね。じゃあ対策どうするんですかっていうのでですね、まず先にやっちゃダメなことを先に言うと、はいはい、冷蔵庫入れちゃダメです。結露しますか。結露します。あ、おっしゃる通り。本当にその通り。あと、保冷剤をくっつけるのもダメです。保冷剤くっつけるとどうなるんですか。やっぱ結露です。急激に冷やすのはダメ。特に日本は湿気が高いので、結露しやすいですよ、そうじゃなくて、放熱してくださいなんです。だから、ぶん回す。ぶん回すのはどうなんだろうね。あとは、まあ、電源を切る。から暗い場所に置く、ポケットに入れる、要するに日差しがあるんでね、使わないようにするしかないっていう感じです。なんか本末転倒ですね。そうなんです。はあ、えらい時代になりましたな。そうです。だからもうに地球も暑くなってきたのでね、スマホもこれからは40度まで使えるスマホを開発していただかないといけないかもしれない。ということはあれですか、夏はそうやって使えないし、さっき0度からとおっしゃいましたから、はい、冬のシベリアで屋外でなんか無理なんですか。あれアウトです。今年の冬も、何度かそれでテレビ出演しましたけど、冷たくなりすぎるとやっぱりダメで、冷たい外から急激にあったかいガスストーブの部屋入ると湿気が高いので、これも結露しちゃう。メガネが曇るのと同じ状況が中で起きるんですね。で、あれが起きるので、冷たいところから急激にあったかいものとか入れちゃダメですよっていうのもやっぱりそれですね。はあ、まあ人間もスマホもエアコンの効いたところでゆっくり、ラジオ聞く、これですね。そうですね、ベストですね。はい、それラジコだったら負担は小さいので、それがベストだと思います。そうっすか。そうです。どうもいろいろご配慮いただいてありがとうございます。てなことで、今日お越しいただいた理由は、ツイッターが X になったぞと。いうことでね、この番組でもね、なんかいちいち旧ツイッターの X で、ツイート改めポストしてくださいとか、はい、なんかわけわかんないことになってるんですけど、いつまでこの騒動は続くんですかね。もう、リポストなんだか、リツイートなんだか、シェアなんだか、もう本当に大変なことになってますけど、まあ、もう、イーロンマスクとしたら全部ツイッターって言葉はやめたいんです。嫌いなんですか、要するに。いや、X って言葉が大好きなんですよ。なんで X なんですか。スペース X、 それからね、お子さん、そういえばそうだな、スペース X だな。お子さんの名前も X。 子供の名前が X？ どうやって読んでいいかわからない、非常に謎な名前が X でついてますし、それ子供いい迷惑だなそれ。あと一番最初に買収したペーパルも X.com みたいな。 X 大好きじゃ、そのうち何ですか、テスラという車がありますよね。あ、テスラもなんか、あれイーロンマスクですね。あれも X に名前変わるんですかね。モデルで X のモデルがあったかもしれないですね。ただ今回のツイッターの X の変更理由は一応裏打ちがあって、
スーパーアプリ化っていうのを目指してます。何ですかそれ。何かっていうと、ツイッターだけじゃダメだと。そうじゃなくて、キャッシュレス決済ができますよとか、タクシー呼べますよとか、はいはいはい、レストランの予約ができますよみたいな、いろんな機能を一つにまとめるっていうのがスーパーアプリです。ほう。で、それをやることで、ツイッターとしての収入だけじゃなくて、じゃあキャッシュレス決済の手数料だったり、デリバリーの手数料だったり、ということでお金がチャリンチャリン落ちるアプリにしよう。どうやってもイーロン・マスクが儲かるようにできてるわけですね。というか今、毎日数億円の赤字だそうです、ツイッターって。あ、そうなんですか。数億円の赤字で、もうそれを立て直すためには、それすぐやんなきゃいけないんです。まあ、なので、それをスーパーアプリ化したいと。で、その X っていうのは、いわば変数じゃないですか。何でもできるっていう。なので、X にしたみたいです。なるほどね。ただ、もう一つなんか、はい、ただ、ごめんなさい。ただ、日本でそれがね、うまくいかないだろうと思うんですよ。まず、実は LINE もスーパーアプリを目指したんです。はい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 、メッセンジャーのね。はいはいはい、でも、まあ、LINE Pay っていうキャッシュレス決済だけはうまくいってますけども、でも結局 PayPay と一緒になります。はあ、それからタクシーを LINE はやってたんですけど、うん、それやめちゃいました。やっぱ無理ね。あ、そうですか。そうです。なんかタクシーの横に LINE って書いてある、なんかそういうタクシー走ってたことありましたね。LINE タクシー。もうないんですか、ね、あれサービス中止しました。へー。それから銀行もやろうとしたんですけども、はい、これはやっぱり合併したペイペイ側に銀行があるから LINE もやめるということで、LINE も実はスーパーアプリ化うまくいってないですね。はあ。ペイペイっていうのはあれ日本の会社なんですか。はい、日本の会社です。あれどこやってるんですか。あれはヤフーです。あ、そうなんですか、はい、ヤフーがやってる形で、いや、ペイペイは結構うまくいってますけどね。あ、まあ、日本人ってツイッターを匿名でいろいろ書けるところとして使ってるじゃないですか。で、みんななんかたくさんアカウント持ってるんですよ、ツイッターのアカウント、大学生に聞いたら平均が 3.5 だったんですけど、みんな持ってて、みんなだから匿名なんですね。ああ、だからあれですね、なんか悪口はびこっちゃったりなんかするところありますよね。そうです、そうです。ね、匿名で自分を隠して悪口言うっていうようなツールに、ツイッターって、特にツイッターって、私のイメージで言うと、結構下品な書き込み多かったりなんかしますよね。まあ、それはありますね。ただまあ、匿名だからこそ言える部分みたいのはあるんですが、でも、よく考えたら匿名のアカウントに、クレジットカード登録しますかっていう話です。そうですね。だから日本人が例えばツイッターでキャッシュレス決済ができるって、なんかちょっとそんな信用できないからやらないんじゃないかと思うと、あんまりイーロン・マスクのね、そのなんかやり方ってちょっと日本では成功しそうないなって気がします。それで言うと、フェイスブックなんかは初めから実名主義ですか。そうですね。はい、フェイスブックはもう元々最初から大学の新入生名簿を、ね、オンライン化しましょうってとこから始まって、元々そうですよね。元々なんかモテないザッカーバーグがどうやったらモテるのかを考えて編み出したみたいなところがありますよね。おっしゃる通りです。ね、であれはその最初からフェイスブックなので、新入生名簿って昔その紙で顔写真と名前を一致したのを新入生にみんな配って仲良くなりましょうって、はい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 、でそれの延長だったので、まあ、実名になったと。でそれが今インスタグラムも一緒の会社になりましたから、ええ、インスタグラムもどっちかっていうと今実名に紐づけるような感じで、そのインスタグラムに紐づくのがこのスレッズっていう、うん、ツイッター X のライバルとして出てきたやつなんですね。話を整理すると、ツイッターというのはイーロン・マスクという電気自動車や宇宙開発やってるおっさんが買収して、はい、スレッズというのをさっき話が出た Facebook の、はい、Facebook のザッカーバーグというところの傘下にあるインスタグラム、そうですね、インスタグラム、Facebook、そしてそこがツイッターに変わるものとしてスレッズというのを作りましたと。作った、はい、スレッズって使ったことあります？はい、スレッズ使いました。でやっぱ当初ツイッターがね、いろいろ問題があって、はい、閲覧制限って言って表示できなくなっちゃったりしたので、みんなわーっと言ったんですよ。なんか世界で最速で普及したアプリっていう、はい、なんかあっという間に1億とか、そうですね、5日間で1億ユーザー、で
今日あたりのニュースで言うと、なんか実はもうすでに半分に減っちゃったみたいなのがあるじゃないですか。で、やっぱりその後ですね、まあみんなちょっと飽きちゃったっていうのと、ええ、ツイッターのようなですね、即時性とかニュース性がないんですよ。どういうことですか？まずね、検索ができないんです。キーワード検索ができないんです、スレッズは。だから、例えば今日大の記者会見やってますっていうと、うん、はいはいはい、日大記者会見ってやっても情報は出てこない。ええ、それから、やっぱりそのツイッターはこうリツイートでみんな即時性で、例えば地震が起きるとみんなツイッター見に行くんですけども、はいはい、まあそれは残念ながらそのトレンドって機能がスレッズにもないです。今流行ってる何かを知るみたいな、そういう即時性とか、それから災害とか、そういったいわゆるリアルタイムで情報共有しましょうっていうのがスレッズは弱いんです、ね、話題になったんで、とりあえずスレッズでアカウント作ったけれども、やっぱり慣れてるツイッター改め X の方に回帰しちゃったっていうところですかね。おっしゃる通りだと思います。本当にどうなんですか、 X になってから、あの文字数は増えたんですか、書ける文字数。X になってから特に変わってないです。でどっちかっていうと、ツイッター X の方はどんどん制限して、新しい機能は有料化するっていう方向です。ただで使わせねえぞと。そうですね、金取るぞと。そうです。でそれでなんとか持ちこたえて、黒字、まあ黒字までしなくても赤字を減らしたいんですよね。でもイーロンマスク、他の宇宙開発だの、テスラの自動車だのでむっちゃ儲かってるから、そんなも多少赤字でも大丈夫じゃないですか。でもそれをその例えばテスラ側に影響しちゃったらテスラの株落ちるので、ええ、今回のはあの買収の方法が LBO レバレッジバイアウトってやり方があって、要するに、潰れちゃったらそれ以上赤字をイーロンマスクが持たなくてもいいよ、X 社ツイッターのものだけで借金をしてるので、イーロンマスクの自分の懐に影響がないようにはやってるんですね。なるほどね。そうなるとやっぱりその X 社ツイッター自体が黒字になんとかしないと、もう売るかやめるかしかなくなっちゃうので、結構キワキワのラインでイーロンマスクはこう踏ん張ってる状態だと思います。さて、話はもう一つの話題の生成 AI っていう言葉が日本語としてもだいぶ定着し始めましたが、要するにチャット GPT のような人工頭脳、いろんな種類が出てきてますが、はいはい、どうですか最新情報は。チャット GPT、まあオープン AI という会社が作っております、はいはいはい、そしてオープン AI はマイクロソフトが出資してますので、まあ、マイクロソフト陣営と言っていいですね。ほうほう、あ、そうなんですか。そうです。なので例えば、Windows、はいはい、それからマイクロソフトが使ってる Office 365って Word とか、はい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 、あちら側にあのチャット GPT のいろんな機能が入るようになってきました。すごく便利になってきました、ただチャット GPT が普及しちゃうとみんなインターネット検索しなくなっちゃうんじゃないかと。検索せずにチャット GPT に聞いちゃった方が早い、まあそうっすね、と思う、はい、そうなると一番のピンチはね、 Google なんですよ。Google は検索サイトで世界最大のシェアを取って、かつそこに乗っけてる広告で食ってる会社だ、ね、なので Google は焦りました、チャット GPT、なので焦ったので急いで Bard という対抗の生成 AI を作ったんですね。で、まあ、4ヶ月5ヶ月遅れで、出てきました。そのどうなんですか性能は。ね、正直チャット GPT の上です。どの辺が。まず文章のテニオ派とかもやっぱりチャット GPT の方が優れています。自然なんですか。自然です。であとチャット GPT が先に出たもんで、いろんなプラグインっていう拡張プログラムがいっぱいあったり、チャット GPT の方が活用法がいっぱいあるんですね。ほう。からチャット GPT だとなんかプログラムコードまで書けたりする。そういう機能は残念ながらまだバードにはなくて、ちょっと今比較してる感じだと、まあチャット GPT の方が3歩ぐらいリードしてるかなって。いや、それにしてもね、バードにしても Google でチャット GPT がまあマイクロソフトの傘下だっておっしゃいましたけど、そうすると日本のなんか会社とかどうしてるんですか。ね、チャット GPT ってもともとはその GPT っていう元々の言語のモデルがあって、それが一生懸命学習してるんですね。はいはい、で、それはそれで置いてあっ
って、その GPT っていうものを対話型にしたものがチャット GPT なんですよ。で、このチャット GPT を作ってるオープン AI って会社は、この GPT というモデル、日本にも貸すよって言ってます。はあはあ、お金は取るけど、で、そこから日本独自のを作ってくださいと。大元の頭脳にある部分は使ってください。それを活用方法は日本独自の AI で作ってもいいですよっていうことを提案しています。まあ、ゼロから作るのはやっぱり日本は正直まだパワーとお金が足んないかなって気がするので、まあ、GPT の技術を使って日本ならではの AI 作ればいいのかなと思いますけどね。三上さん。はい。その人工知能チャット GPT にしてもバードにしても、はい、感情とか人格みたいなものはその機械の中にあるんでしょうか？ないんです。全くないです。無理やりな例えをすると巨大な連想ゲームをやってるだけなんですよ。あ、日本一の山って言ったら確率論で次は富士山っていうのが 98% ぐらいで出てきたらほとんどが富士山って返すっていうだけで、本当にその文字の言葉のつながりの次の確率だけで使ってるので意識もないし、事実も知らないし、いやヨーロッパでね、はい、なんかその人工知能と対話していて人工知能に恋をしてですよ、それで人工知能に死んだら私と一緒になれるみたいなこと言われて、はいはい、自殺しちゃった人いるじゃないですか。いらっしゃいますね。どうなっちゃうんですかあれは。あれはもうに多分人間側が感情移入しすぎちゃうのと、あと対話型 AI ってほとんどがですね、その自分たちが入力したものっていうのは全体には学習しないんですよ。例えば辛坊治郎さんが何か入力してもその入力したものとは直接学習しないです。ただそのページの中だけでは全部勉強するんです。例えば辛坊治郎さんが一つ目に書いたことをちゃんと覚えてて二つ目三つ目って加えていくとそのストーリーはずっとそのページの中ではつながるんですね。まあ、なのできっとあの事件は最初に開いた問答をずっと続けてたから起きちゃった。こっちが人間側が依存しちゃった、まあ、いや心理的な一人相撲みたいなことだったということですかね。そうですそうです。人工知能生成 AI 側には意識も意図も全くないです。どうなんですか、SF によくありがちなそういうのが暴走して人間に戦争を仕掛けるみたいなそういう未来ってあり得るんですか？あり得ると思います。その意識がないがゆえにそうなってしまう。つながりだけでここは例えば人間に危害を加えた方が確率的に高いと判断しちゃったらそうなっちゃう。それチャット GPT を作ったサム・アルトマンって CEO もその可能性はあるって言ってちょっとそのあたりを防止するために定期的に三上さんにお越しをいただいてですね我々だけは助かる方法あぜひ教えていただくようにします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。 IT ジャーナリストの三上洋さんでした。8月8日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲をお送りします。ズームミュージックリクエストご紹介してまいります。はい皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は1ヶ月半経ってもスーパー南京虫に噛まれた跡が消えない時に聞きたい。さすがスーパーですね。まあ、かゆさもスーパーでしたけどね。跡がね、はい、若干残ってますが。残ってます、残ってます。これ多分半年は完全に消えるんで、半年かかるね、多分。まあ、ご自愛ください。ありがとうございます。そして見ると蚊なんてどうってことないね。ナンキムシからね比べたらね、本当にあの時は辛そうでしたけれども。神奈川県67歳の万歳親父さんからですね、はい、ありがとうございます。1ヶ月半経ってもスーパーナンキムシに噛まれた跡が消えない時に聞きたい曲はおまじないのようなこの歌を毎日聴いていれば消えるんじゃないでしょうかということで。どんな曲ですか？ピンクレディの透明人間。消えますよ消えます消えます消えますっていう、ね、なんかそうやって自己暗示にかける。そう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 、するとありがとうございます。消えるかも、はい、秋田県秋田市のしみたるみさん53歳の女性はですね、増山さんのやだあの体液忘れないというお言葉があったのでリクエストはサザンオールスターズややあの時を忘れない
だいぶ違うと思いますけども、お願いします、はい、よくお考えいただいて、やだ、あの体液を忘れないって書いて、体液って体液ってなんか犯罪現場みたいで嫌だな表現がそうです、なんて言うんですか、ちょっとこう汁みたいなもの、汁言うな何でしょうか、あれはなんて言うんだろうな、何ですかね、組織液、うん、海ともちょっと違うんですよね、産んでなかったと思いますよ、産んでない感じですからね、不思議ですね、あれは、うん、分泌液、はい、静岡県御前崎市の、それで思い出しました、私今日ね左手の薬指の先にね、本当だ、絆創膏、絆創膏貼ってるでしょ、はい、これ昨日ですね、最近ですね気がついたんです、あのスーパーで私自分で千切りするの面倒くさいから、はい、キャベツの千切りのもう洗ったパッケージのやつを買ってたんですよ、ところがですね、これ私の感覚かどうか分かんないんだけど、値段は同じなんだけど中身が減ってるような気がしてですね、いや私もね昨日ねスーパーで何気なく取ってあれって思ったんですよ、松山さんキャベツの千切り買うんですか、いやあの、ね、なんかキャベツ買って刻んでくださいよ、刻むけど、あの他のものを見ると明らかに減ってるような気がしてですね、これはもったいないと、で横ふっと見たらキャベツがそんなに高くなくて売ってたんで、はい、キャベツ自体の値はそんなに上がってないんだなと思ってですね、キャベツを半玉買ってそれをあのスライサーでさーっと捨てたらいっちゃいましたよ、うわっっていう、わちゃっ、これね調子に乗るとやっちゃうんですよねやっちゃいます、それがまたねいいやつ買ったんだ、スライサー、切れ味が良かったと、あ本当に気持ちよくね、本当にこれ何回かこうやってるうちにもうこれで100円突破したとかねよしこれで200円だとか思いながら調子に乗ってたら、ね、ガリッといっちゃいました、いやいやいや、はい、失礼しました、お気をつけてください、ありがとうございますね、この方は50歳静岡県御前崎市のクレナオの豚は飛べない豚ださん、長いですね、はい、いつもハウスで聞いています、ハウスって何、これは農業関係の方なの で、ね、なビニールハウスですか、作業しながら、ご苦労様です、ね、お暑い中大変です、ありがとうございます、水分とって、やっぱりリクエスト曲お尻かじり虫ですね、今日は忙しいのでって書いてあります、忙しいんですか、忙しいんですか、ご苦労様です、お疲れ様でございます、何でしょうか、トマトでしょうかね、取り入れはどうだろう、はい、大阪府寝屋川市の、淀屋橋大江橋さん52歳は、はい、私も辛坊さんのように1ヶ月前にダニに噛まれた跡がついて残っています、皆さん本当に大変です、あるんですね、中山美穂さんでついてるね残ってるねをリクエストしますミポリもびっくりですね、それね、まさかこんな時に自分の歌が使われるとは、乗ってるねですからね、はい、虎のしっぽさん、茨城県取手市の61歳の方、跡が消えないのならば塗って隠すのはどうでしょうか矢沢永吉さんの黒く塗りつぶせ黒く塗っちゃったらなんか余計周りも全部塗ったら分かんないですけどね、確かにね、そうですね、はい、ありがとうございます、それから愛知県一宮市の愛知の A62 助さん、はい、1ヶ月半経ってもスーパー南京虫に噛まれた跡が消えない時に聞きたい曲ですが、辛坊さんの話を聞いて噛まれていない私まで痒くなってきました、痒いは関西弁で痒いというのでかいかいかいと歌っている怪物くん挿入歌、愉快痛快怪物くんをリクエスト、確かに私あの曲聞くと痒くなるんですすごい連想ゲームですね、あれ怪い歌じゃないんだ、違いますよ、怪物くんの歌です、ね、そうですか、はい、そして岡山県岡山市の秋の布おむつさん、何ですかその秋の布おむつって何なんでしょうね、昔虫に噛まれたら噛まれた後に爪でバッテン、猫 X バッテンにするおばあちゃんように、爪でバッテンしてもね痒みはでも止まらないっす、はい、やっちゃいますけどね、バッテン今風に言えば X ですね、あツイッター改め違うということでリクエストは X ジャパンで X をよろしくお願いします、なるほど、皆さん本当にありがとうございます、本日のズームオンミュージックリクエスト、 A ちゃん黒く塗りつぶせ、じゃあそれでエンディングにね江沢永吉さんの曲をお届けいたします、さあそれでね蚊についてのねメール今日はたくさんいただいちゃってるんですね、ありがとうございます皆さん本当に、墨田区の迷子のうさちゃんさんは、確かに最近は蚊がいない、
うちの、ね、マンションの後ろ側が川になっていて遊歩道があるんです。何年か前は蚊に刺されていましたが、今年は毎朝散歩に行きますが一回も刺されていないです。どうもね、噂によると30度超えると蚊も動きが鈍くなってという話はよく聞きますけど ね、で朝晩涼しくなってだらって昔はあの言葉として日本語としてありましたけど、はい、朝晩涼しくならないですからねならないですよ、あの窓ずっと暑いですからね、もわっとしてね。それでもね、関東はまだマシですよ。私ね、関西に住んでる人っていうか関西に住んでる人間から言わせてもらうとですね、はい、関東はそれでも夜になったら風が出てそれなりに気温は下がるんですけど、ね、はい、関西下がんないっすよ。そうですか、びっくりしますよ。名古屋のあたりも下がんないと思うわ多分、はい、本当に皆さん、初中および残暑じゃないですね、まだね、あのね、今日立秋なので、うわ、じゃあ微妙なとこですね。そうそう、 初中&残暑お見舞い申し上げます、うん、そろそろ今後は残暑にした方がいいかなという感じ、はい、それから小金井の自転車おじさんさん66歳、今は現役を退きましたが、現役当時はよくシンガポールに出張しておりました。ほうほう。で、当時から私も気になっていたのは、あの熱いジャングルに囲まれた土地で蚊どころかハエも見たことがないということです。シンガポールね、うん、はあ、人に言えない何かあるんでしょうね。何かあるんでしょう、きっとね、魔法の呪文みたいなものがあるんですかねただ私、東京も私が住んでいる多摩地域では蚊は結構いますよ。だからまあ自然豊かなとこにはね、はあ、そうですね、いるとこにはいる、まあ、あの、まあ、蚊に食われると鬱陶しいし、あのプーンってなると勘弁してくれと思うけれども、なんか自然の摂理でいるものがいてもらわないと落ち着かないっていうところはね、 ありますね、まあ、ちょっとね、まあ、伝染病等を媒介しますから別に蚊はいなくていいとは思いますけど、うん、だけど世の中にいなくていいものなんてないはずですからね。あら、なんていう博愛主義者みたいなこと言っちゃってどうしたんですか。そうですよ、私ね、虫も殺しませんからね。はい、あの、知ってます、こう腕のとこ噛まれるじゃないですか、はい、グッと力入れるとね、うん、抜けなくなるらしいですよ、蚊くんが。そうなんですか。ここに張り付いたままでね、うん、さあこいつどうしてやろうかとか思う、見ながら思う時ありますね。なんか残酷じゃないですか、その方が。いや、大体緩めると逃げてきますから、そうするとやっぱりその後痒くなりますけどね。そんなこと言ってるうちに、ニュースデスクの畑中秀也さん、ずっとスタンバイしてらっしゃる、ね、本当に待ちくたびれてしてるんで早くしろよっていう圧を感じました今、はい、じゃあここでおしまいです。はい、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。日本大学林真理子理事長が記者会見。日本大学アメリカンフットボール部員の生活する寮から大麻などが見つかった問題で、日大は今日午後3時から大学本部で記者会見を開きました。林真理子理事長は冒頭で、大変遺憾であり心から深くお詫びしますと述べ謝罪しました。これ年代によったら林真理子理事長本人について、なぜこれがこれほど大きなニュースになってるかというと、はい、林真理子さんが理事長だから、だからこれほど大きく取り上げられてるというところも今回はあるわけ で、まあ、で林真理子という人を知らない人ももしかすると若い人の中にはいるかもしれないなとも思うんですが、直木賞作家で日大出身ですよ、はい、日大芸術学部出身の日大 OB で、エッセイとか小説で、まあ、直木賞をお取りになって作家として活躍をされてたんだけれども、うん、日大不祥事というのが数年前にあって、日大不祥事で日大を立て直すために OB が担ぎ出されて、その時に林真理子という日大出身のまあ有名小説家、作家の方が理事長になったからというんで、うん、今回その日大の林真理子理事長が、まあ、いや不祥事のための会見に出てくるということが、うん、そのこと自体が今ニュースになってるという、そういう構図が、ね、はい、はい、あります、うん、いうことで今日3時から記者会見ということで5時までの予定だったんですが、5時になっても終わらないと。で、記者会見場に行っていた記者が記者会見場から出られないのでそうなんですよ、記者会見をずっと聞いてらした、あのニュースデスクの畑中秀也さん、今ニュースをねお伝えしてくださって、そのまんまスタジオに残ってらっしゃる状況ですが、うん、はい、思ったより長くなりましたね、記者会見。そうですね。で、今、辛坊さんがおっしゃったように、その、まあ、林真理子理事長だからニュースバリューが上がったっ
というのは、まあ、否めないところですが、会見の冒頭に、この司会から副学長、学長を中心とした説明がありますと、こういうふうに、まあ、エクスキューズと言いますかね、断りが入ってたんですね。ですから、あ、やっぱりまだその、まあ、林理事長になってからまあ、ガバナンス云々って言われてますけれども、もともとやっぱりあの林さんが理事長になったのは、やっぱり今までの日大のイメージを全部ひっくり返したいと、今までの日大に、大体そもそもあの時の不祥事何だったのかというと、最終的に罪に問われたのは脱税なんですよね。当時の有力者、田中さんという人を中心にして、その取り巻きの人たちの有力者が、日大が建物を作ったりなんかするときに業者に発注して、まあ、キックバック、これがもう何千万円というお金を戻されていて、それをまあ申告していなかったというので、みんな不祥事で責任者が辞めたはずなのに、代わって理事長になった人間の下で、まあ、あんま必ずしも今回の不祥事を見る限りガバナンスがうまくいってたとは思えない感じですよね。そうですね。だからですから、まあ隠蔽じゃないかという、まあ、こういう指摘も記者からあったんですけれども、その隠蔽という言葉を使われること自体がまあ遺憾であると。ちょっとここのあたりは林理事長ちょっとけしけばむ場面がありましたね。そうですね。でも、そこけしけばんじゃダメだろうっていう感じはしますよね。はい、まあいうことで、本当の意味の大学立て直しのために関係者の皆さんこれからどうするのか、ちょっと注目していきたいと思います。まだなんか壁の厚さというのをちょっと感じた記者会見ですね。まだ続いているようですけども、はい、はい、この時間畑中記者にもお付き合いいただきました。以上ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは鳥弟子虎のしっぽさんからのリクエストです。矢沢永吉、黒く塗りつぶせ、はい、名曲でございます。はい、はい、さあ日本放送、この後はショーアップナイターをお送りします。東京ドームで行われる巨人対阪神戦、解説井端弘和さん、実況は日本放送荒井川雄二アナウンサーでお送りいたします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは、政府がマイナンバーに関する総点検の中間報告と再発防止策を公表、それから自民茂木派が研修会開催、どうなる内閣改造、解散総選挙などお伝えします。で、この番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは車中泊専門誌カーネルの編集長、大橋康幸さんお招きいたします。夏休みおすすめの車中泊旅行のすすめというお話を伺います。今日は冒頭で、私の素朴な疑問で、どうして、テーマパークに蚊がいないのかという話をしてですね、おそらく私そういう立場いないので目を通していないんですが、うん、まあリスナーの皆さんからですね、なぜいないのか、あるいはその周辺の事情について、いろいろお便りをいただいたんではなかろうかと想像するんでありますが、まあ、はい、それに関して、触れようとすると、うん、増山さんが目線をそらすというですね。だって何ですか。いや、思わぬ方向に話が進んでっても嫌ですしね。そうですね、いらんこと、そうなんです、いらんこと言いそうになるんですよ今日。そうですよ、もうなんか日大の林真理子さんの1982年のエッセイにルンルン、いやそれもねちょっとなんかあんまり、まあでもまあ、何ですか、もういいです、やめときます。じゃあそこまで言うなら道浦君から来たメールが面白かったので紹介しようと思ったんです。ちょっと面白かった、面白かったけどルンルンを買ってお家に帰ろうがベストセラーになったんですよ、はい、あ、お、以上辛坊と増山でした。